こです。かぶゆきです。こぶるきろこです。よろしくお願いいたします。シャイス。あの、皆さんにこちらをお聞きしたい。夏、楽しんでいますか？いや、むしろ、楽しめていますか？ってね。何かっていうと、かぶるき行ってきました。諏訪湖のクソデカ花火大会。わーい。なのでね、今日はその話をしていきたいと思います。これを見て一緒に花火大会行った気になろうやっていうレポ雑談です、今回は。諏訪湖っていうのがね、どこにあるかっていうと、長野県なんですよ。長野県にあるでっかでっか湖があって、そこの上で行われるでっかでっか花火大会に行ってきたんです。第75回諏訪湖スーパーデカデカ花火大会行ってまいりました。行きは電車で行って帰りは車で行くっていうちょっと特殊なね関係で、家族と現地合流してお父さんの運転で帰ってきたっていうね。で、駅着くじゃん、駅出るじゃん、じゃん人が無限にいるんです。この丸いの全部人ね。エイリアンの卵が無限に並んでる図じゃないよ。これはね、人が無限にいる様子を表現してるんだよ。わかるかい？もう道が人で埋め尽くされてて道が見えんのよ。人は見えるんだけど、この道が続いた先に一体何があるのかっていうのはね、全く見えない状態で、だからカブラキはもう、あ、人がいっぱいいるってなって、流れもさよくわかんないし、どこに向かってるかわかんないもんだからさ、本当にこれ花火の列で合ってんのかなって思ってさ、ちょっと不安になりかけた頃に、ちょうどそのタイミングで横のキッズとかが、花火楽しみとか言って、あ、合ってるわってなったりねしましたね。会場の近くに到着して、カブラキがね目にした中で、ね、一番印象に残ってた光景を皆さんにお伝えしたいんですけど、花火会場があります、屋台とか仮設トイレとかいろいろ出てます。何が一番混んでると思う？トイレだと思うじゃん、トイレだと思うじゃん。近くのコンビニなんすよ。めっちゃやばかった。これセブンイレブンにさ入るために人が長蛇の列をなしてるとこ見たことある？最後尾こちらですの札があんのコンビニに。コミケやんで行くじゃん、入るじゃん。このルートで回ってくださいっていうさ、巡回用のさルートが決められてんの。コンビニの中でコンビニ側がねあまりにもね手慣れてた。カブラキさ、ちょっとしたさおやつみたいなのもあったら嬉しいめうねって思ってさ入ったんだけど、すっかすかな棚が、何も載せられていない棚を見せてくれている展示会かなみたいなレベルでね、何にもなかったね。これアトラクションだと思って一回行ってみるといいと思います。で、一応セブンも寄ったけど、せっかくだし屋台も行きたいやんっていうことで、屋台もねちゃんと行きました。カブレキが何を買ったかっていうと、こちらの2つ、チョコバナナとチーズハットクです。なんでかっていうと、まだ比較的そこまで並ばずに買えるものだったからです。このチョコバナナね、カブレキ色のチョコついてたの。チョコミント味なのかなと思いきや、色だけカブレキ色みたいになってて、でも味は全然普通にホワイトチョコとかだったかな。めちゃめちゃ美味しかったしね、めちゃめちゃテンションが上がった。カブレキのためのチョコバナナやんけ。この上にねマシュマロもついてるんです。これ良かった、最高のチョコバナナ、ここに極まれりって思ったね。カブレキのさこの青い感じとさ、カブレキの髪の毛の黄色い感じのさマリアージュみたいな感じでさ、超いいじゃんと思ってカブレキウキウキでさ買ってったんだけどさ、なんかさ親にさ何その色って言われてさ、可愛いでしょうがいってなったよね。チーズハットグはね、知ってるみんな、チーズハットグってなんかめちゃめちゃ揚げてあって、かじってミュンってやると中にチーズがねめちゃめちゃ入ってて、そのチーズがねめちゃめちゃ伸びるんすよ。サクサクでね、いっぱい伸びてね、粉砂糖みたいなのもねかかっててね、カロリーの暴力だけど、でも美味しいから仕方がないよねっていう悪魔の食べ物なんだけど、カブラキは祭りで食べるチーズハットクが一等好きじゃ、超楽しいし超美味しいからおすすめです。まあそんな感じでコンビニを探検したりとか屋台をいろいろ物色したりしてるうちに、まあちょっと外が暗くなってきたので、そろそろ席に移動するかってことで、家族があらかじめ取っといてくれたレジャーシートの場所にカブラキは移動していくわけですよ。あ、これそう、カブラキがチョコバナナを食べながら移動してるところですね。でね、このレジャーシートさ、親がね取ってくれてた席なんだけどさ、位置と角度は完璧で、ここからだったら花火バッチリ見れるぜっていう場所でもあったんですけれども、いかんせんめちゃめちゃ斜面で、そうするとどうなるかっていうと、ブルーシートってさすげえツルツルしてるじゃん。だからね超滑んの。靴脱いで靴下でレジャーシートの上踏んだ瞬間にツル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 って、あー落ちるってなってずっと滑り続けるのよ。だからもう靴下も脱いで一旦靴の中入れて、で裸足で肌の性質を利用して裸足でこうふんって踏ん張って、あとはこう地面の絶妙なへこみとか
にうまい具合にお尻を乗っけるとちょうどスポッてこう自然の椅子みたいになるから比較的落ちにくくなるみたいな、そういうサバイバル術を全て駆使してね頑張って座ってたんですね我々は。まあそんなことはどうでもいい、俺は花火を見に来たんじゃいということで、じゃんいよいよねこれ図解ね、これ奥に見える山、これ陸地、ここから始まる俺らの諏訪湖で、大体この辺に花火が上がりますよと。でこれがカブラキね、これカブラキのベレー帽ね、でこれあのカブラキの前から見た図ね、諏訪湖花火大会開始ですみたいなのをね言われて、カブラキはもうウキウキのワクワクよ、パンパンってさ始まるの。その時点でさもう、うわーめっちゃ綺麗ってなるんだけど、ヒュルルルルのやつがあるのよ。ヒュルルルルバーンって出る花火あるじゃないですか。あのヒュルルルルが出た瞬間になんとなく予想するじゃん、おここからヒュルルルルが上がったなってことはこの辺で弾けてパーンってなるだろうから、花火こんぐらいでかいやつが見られるんだろうな、楽しみだな、ワクワクウキウキって思ってさ見るじゃん、予想の2倍ぐらいでかいの、マジですごい。諏訪湖の花火大会ね、でけえ花火が想像の倍ぐらいでかいぞ。視界全部花火じゃんみたいなレベルのね咲き方をするんよ。あとね聞こえてくるこのドンのね音の迫力もねすごいの、めっちゃ遅れて聞こえてくるんだけど、お前の内臓を全部揺さぶり尽くしてやるっていう勢いでもちょっと再現するわ、ギャロンみたいなのが鳴るのよ。で色がねめっちゃカラフルで、金とかはさよく見るじゃんとか、赤とか青とかはさ割と見慣れてると思うんだけど、マジカブラキの色じゃんみたいな、水色とか金じゃなくて黄色の花火とかもあって、カブラキがさ今まで見てきた花火大会ってさ比較的さ控えめな感じのさやつばっかりだったからさ、えこんな色の花火あるのみたいな発見がねめちゃめちゃあってね、すごい楽しかったのね。あとねすごいのがあってね、ヒュルルルルって上がってきてスンって消えるのよ。あれ消えた、え不発かって思わせといて、数秒後に周りに小さいのが一斉にパパパパパパパって咲くやつとか、あと大きな花火が上がった後にこの火花がさだいたいすぐ消えちゃうじゃん、それがあえて消えずに残って湖の水面に流れ星みたいに落ちてくる、なんか君の名はみたいな感じでさ湖の湖面にヒュルルルルヒュルルルルってたくさんの流れ星が落ちるみたいに、花火のさ残骸たちがさ綺麗に光りながら落ちていくやつとかあって、カブラキもめちゃめちゃテンションが上がってさ、これ2時間ぐらいあったんだけどマジ一瞬で終わって超すごかった、そんなんで切るのって思って、花火師すごって思ったよね。あとしだれ柳とかまたその咲いてそのままシューって真下に落ちてくやつとか、ニコちゃんとかがあって、これね賞を取った花火なんだけど、それ何かっていうと、たくさんのお花を模した花火が咲いていく中たまににっこりマークが隠れてるっていうさミニゲームみたいな花火がさあって、遊び心じゃんすごっと思って、なんか花火のプログラムっていうか1個さ5分10分ぐらいの花火の公演一つ一つにスポンサーさんみたいなのがついてて、それぞれに、ね、名前がついてるの、今からやるやつは〇〇の〇〇ですみたいな、でそれが終わったらまたちょっと時間空いて次のショーが始まるみたいな感じで、競技部門みたいなのがあって競ってんのよみんな。このひまわり畑で捕まえてだっけ、あの花畑で捕まえてなんか花畑で捕まえてほしいやつがねマジで発想が良くてね、カブラキはさ花火ってこんな風に楽しむのもありなんだって思ってね、すごい楽しかったんですよね。あと音楽に合わせて打ち上がるやつとかあって、宇宙戦艦ヤマトの音楽に合わせて花火がドーンドーンドーンって咲いたりとか、あとあのパイレーツオブカリビアのさジャ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 ンジャ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 に合わせてパンパンドーンパンパンって花火が咲いてたりとか伝わってるこれ。あとこれさ湖の上でやる花火なんですよ。普通さ平皿をさ空に置いたみたいな形になるじゃん花火って。そうじゃなくて水面を床に見立ててそこにお椀をひっくり返して置いた形みたいな形の花火が上がったりするのよ。水上スターマインってやつがあって、でその半円が水面に反射して円に見えるとか、こんな近くまで来ていいんですかっていう距離で咲いたりとかしてね、マジですごかったの。多分数えたらほんとキリがないぐらいいろんな種類の花火があってね、本当にめちゃめちゃ楽しかったんだよね。もう花火師が思いつく花火全部やりましたっていうレベルだとカブラキは思いました。発想力大爆発大会じゃんって思ったもんね。もうカブラキはねずっとねうわーってこの顔ずっとこの顔してて、でっけーすげーそんなまだあんのでっけーみたいな、ほんと2時間があっという間
暇だったよね。帰りは車で帰ったんですよ。いやー、渋滞に次ぐ渋滞。高速に乗るまでどれぐらいかかったでしょうか。クイズです。はい、時間切れです。正解は4時間でした4時間かかりました。全然動かなくて、前半はね、カブラキめちゃめちゃ寝てたんですけれど、後半だから夜のさ2時とか3時ぐらいになって、逆に目が覚めてきて元気になってきたからね、変わろうかってね親に言ったんですけれどもね、普通にめちゃめちゃにスルーされたのでね、ありがたく後部座席に座ってました。大変なことたくさんあったけど、本当にね見る価値あるよ。全部すごい。こんな花火見たことない案件かなこんな花火見たことない。皆さんぜひ行ってみることをお勧めいたします。というわけで、カブラキーからの結論といたしましては、花火大会最高。わー、ドゥン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 。あとね、なんかね、カブラキたちがねこう頑張ってさ、レジャーシートに座ってた時にさ、この辺にさカップルが来てさ、頑張ってこの狭いさ隙間みたいなところにさ座っててさ、カブラキはあーカップルできちゃってさ、いいな。カブラキは家族できてるよ。まあそれもまた立って思い出だけどさ、別に羨ましくとかないけどね、まあいいんじゃないですかみたいな気持ちで座ってたんですけど、お父さんとかお母さんとかが、狭いでしょ、よかったらここ使いなってさ、ちょうど誰も座ってなかったこの端っこのところとかをさ折ってさ、そのカップルが使えるさスペースを増やしたりとかしてて、あー、人間力、人間力において親に負けている、見習うって思ったりなんかしましたね。そう思いました。はい、優しい世界でした。なんかずっと優しい世界だった。